はい、アメリカ文化チップを知るですね、後半レストランでのチップについてですね、お話していきたいと思います。はい、だいたいレストランのチップっていうのはね 15% から 20% っていうふうに言われています。はい、よければ 20%、 まあ普通なら 15% って感じですね。はい、まあ普通っていうのはね、まあ特にむっちゃ良くもないけれども、まあそんなに気分を害することもないし、一応ニコッとしてたなっていう程度でしたらね、15%、そのぐらいがまあマナーなんですね。悪いっていうのはね、もう全然、頼んだことやってくれないとかね、おしゃべりに夢中になってるとかね、なんか間違えたのに謝りもしないとかね、そういうのを悪いっていうんですね。まだだから多少ね、まあ、ちょっと、料理が出てくるのがね、予想したより5分ぐらい遅かったとかね、一回間違えられたけど、まあ、ちゃんともし謝ってくれたらね、そういうのはあまり悪いって言わないんですね。そのぐらいだったら 15% なんです。はい、サービスが劣悪だった、もうどうしようもないと、もう本当にもうここで食べたら不快感しか感じないみたいなね、そういう時はもうゼロでもいいんです。はい、その減額の仕方なんですけれども、まあ10% でいいかとかね、そういうまず間違った知識っていうのは良くないですね。もう 15% から 20% っていうふうに、もうマナーとしてね、定着してますから、まあ悪くなければ、ちょっとでもニコッとしてれば 15% なんです。はい、さっきも言ったように間違えたのに謝りもしないとかね、水くださいって言っても、忘れてておしゃべりしてるとかね、そういうのであれば見学していってください。10% とかね、 7% ぐらいでも構いません。はい、もう本当に劣悪だったら 0% ゼロでもいいんですけれどもね、店を出た後ね、まあ稀に追いかけてくる人がいるんですね、スタッフとか、あるいはマネージャーとかね、何かサービスに不行き届きがありましたでしょうかっていうふうにね、追いかけてくる、質問してくるってこともあるんです。その時に明確にね、理由を言えるようにしてください。もしね、15% より下に減額するようであれば理由が、ある、ちゃんとね、だから低いんだということを言えるようにね、していただきたい、そういうふうに思います。いや別に悪くはないけど点点点っていうのだったらね、非常にまあ失礼なんですね。はい、日本に例えるのは非常に難しいんですが、例えば日本でもね、お店に行って店員の方に失礼な言動あるいは横柄な態度を取るっていうのは、まあ、マナー違反ですよね。お店の人たちに悪い感情を与えるってことです。あなたの品位を落とすってことですよね。はい、それと同じような考え方なんです。15% するというのは、あなたがマナーの、マナーをわきまえたお客さんだったということなんですね。特に理由もなく、10% 以下とかね、払わないとかね、それはもうあなたの品位を落としてるっていう意味なんですね。はい、ですからですね、マナー、郷にいれば郷に従えですから、マナーをしっかりね、わきまえて、品位あふれるお客さんとしてね、快適にサービスを受けていただきたいなっていうふうに思うわけです。特に我々日本人、すごいね、品位っていうのがあると思うんですよね。品位あふれる、大和魂といいますかね、武士道というか大和なでしこというかね、そういうね、非常に格調高い、人であってほしいなっていうふうに同じ日本人として思います。ですからですね、良ければ 20%、まあ普通か、まあね、悪くなければ 15% っていうね、そのラインをね、キープしてほしいなっていうふうに思うわけです。はい、それからチップの仕方なんですけれども、もちろん現金でチップをするっていう方法もあるんですが、アメリカはさすがクレジットカード社会ですね。クレジットカードでチップができるわけですよ。お客様がですね、クレジットカードで払いたいというとね、クレジットカードを、切った後にですね、クレジットカードのレシートを持ってくるんですが、そのレシートにですね、ティップっていうね、これ見えますかね、ティップ、ここにありますね、ティップっていう欄があるわけですね。別名でグラチュイティっていうふうに言う場合もあるんですが、ちゃんとそういう欄があって、そこが空白になってるわけですね。ここに自分でチップを書き込むわけです。それで、代金とチップの合計をここに記入するんですね。はい、そういうね、合理的なシステムもあるんですね。はい、
気をつけたいのが、アメリカっていうのは、消費税が非常に高いので、例えばカリフォルニアだったら、我々の住むオレンジカウンティーは 8.75%、ロサンゼルスは 9.75%。もちろんですね、日本は全国どこ行っても 5% ですけれども、アメリカは、地域によって異なるんですね。はい。で、カリフォルニアとかね、特に高いので、このね、税金が加算された、この値段じゃなくて、その税金前の、金額の 15-20% ですね。ですから、伝票ね、頼んだ時に持ってこられた、お勘定をよく見て、それの 15%-20%、するといいと思います。はい。端数とかはね、切り上げたり、場合によっては切り下げても全然構いません。はい。極端に、低い額っていうのはね、もう品位がないっていうかね、あなたの客としての拡張を自分で下げてるってことなので、15% か 20% 悪くなければそのぐらいしてください。はい。ちなみにですね、本当にさっき申し上げましたように、すごいサービスがいいなってなったらね、たくさん払うっていう文化もあるんですね。30% とか 40% 最高 100% まで見たことあります。でも 20% で全然大丈夫です。はい。それがね、外食した時に、代金以外についてくるものだとしてね、はい、当たり前のこととして、頭に入れておいていただきたいなというふうに思います。それがね、品位あふれる、格調の高いお客様としてね、店の人をも快適にして自分も快適にサービスを受けるということですから、ぜひ覚えていただきたいと思います。はい。何度も申し上げますが、不当に低くしかチップを払わないとかチップ自体を払わないというのはね、非常に失礼な行為で自分の品位をもう下げてるってことですのでね、外食で何ドルか、プラスで使うっていうのはね、それはもう品位だと思って、馴染んでいただきたいなと思います。それがだんだん先ほども言いましたようにホテルとかね、駐車場とか、レストランでね、スマートにスッスッとできるようになるとね、自分はかっこいいなっていうふうに思えてくるわけですよ。はい。かっこいい自分っていうのをね、演出するためにもですね、ぜひね、慣れていただきたいなっていうふうに、思います。はい。ですね、それではソーシャルストリーム、コメントいただいておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。はい。どんどんですね、チップに関する疑問って本当にいろいろあると思うんですね。私もアメリカに来た当初は本当に戸惑いましたし、面倒だなって思いましたのでね、どんどん質問していただきたいと思います。はい。ですね。失礼しました。ですね、三村さんですね、ご覧いただいてますね。ありがとうございます。はい、アメリカに来てください。外に出ましょう。はい、そうですね。本当に最近の日本の方、特に若い方はね、海外旅行されないということなので、非常に残念ですね。今、非常に安くアメリカに来れますし、もう未曾有の円高ですからね、ちょっと前まで1ドル120円だったんですが、今、83円ぐらいですからね、以前よりも4割安く、もっとですね、こちらに来れて、4割安くいろんなものをショッピングできるわけですからね。はい。ぜひ来ていただきたいと思います。はい。ゆっこさん、こんばんは。ご飯終わった、間に合った。ご飯をですね、キラテレビに備えて早めに食べていただきましたね。ありがとうございます。はい。ですね。チップ文化になれると、日本に帰国してレストランに入るとなんか申し訳ない気持ちになりますね。そうですね。アメリカ在住が長いと、アメリカでは必ずチップしますから、日本に帰って、非常にいいサービスをね、レストランで食事をしたらね、なんかチップ払わなくて悪いなとかって思うわけですよね。はい。それだけですね、アメリカチップの習慣というのはですね、色濃く残っておりましてですね、在住者はね、人によっては、面倒だと思うし、人によってはね、慣れてこれむしろ快適だなと、思うわけですね。はい。もうちょっと紹介していきたいと思います。タクシーでもそうですね。ゴルフ場でもゴルフバッグをカートまで運んでもらうとか、クラブを磨いてもらうときにチップ必要ですね。そうなんですよ。なんかしてもらったら結構チップっているんですね。もちろん美容室とかね、床屋さんとかね、マッサージとかね、それが仕事だから、それが、料金がそれじゃないのとか思うんですけど、してもらったことに対する感謝ですね。なんかそういう、
文化があるわけですよ。はい、はい、もうちょっとですね、紹介したいと思います。はい、KYTMF さん、先々週の、スペシャル番組超奥田さんの時からですねご覧いただいてますね。あきらテレビ、今週もご視聴いただきましてありがとうございます。こんにちは、今週も拝見させていただいてます。シャスターの映像綺麗ですね。はい、本当にシャスターね、パワーあふれる、エナジースポット、どん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 ね体が浄化されてる気がしますよね。はい、スノーシュー履いて雪の上歩きたいです。はい、子供の頃新潟で雪の上を歩くとミシって言うんです。はい、ゆこさんですね。あ、ゆこさん新潟出身ですね。雪国ですよね。はい、雪が懐かしいんじゃないですかね。はい、はい、スノーシュー完璧ですね。子供の頃除雪車が入れない雪道に人が歩く道を作ったり雪下ろしの時に使いましたよ。はい、三村さんもあの新潟出身ですよね。はい、完璧履いてらっしゃったんですね。私今回初めて知りましたけれども、はい、ですね、中山美穂さんからもいただいてますね。はい、冬のシャスタが一番素晴らしいです。ぜひこの機会にやしてください。はい、冬のシャスタが一番いいらしいですね。四季を通して一番いい季節、ぜひですね、シャスタの方、行っていただきたいと思います。はい、鹿児島からあゆみさんですね。あきらテレビ皆さんこんにちは、じゃなかったそっちはこんばんは。そうですね、はい、鹿児島からあゆみです。チップ文化に慣れた方が日本に帰ると困惑するように、日本から海外に行ってチップに困惑する私、チップに困惑しますね。本当に面倒なんですね。私はまあレストランの現役マネージャーなんですけどね、マネージャーはね実はチップはどっちでもいいわけですよ。お客さんからチップマネージャーはいただくことはないんですね。仮にいただいたとしてもそれは、スタッフに分配するわけです。それからお客様からいただいたチップを、売上に計上することもありません。チップというのはあくまでも、スタッフに分配するものなので、マネージャーの立場から言うと、チップが、高かろうが安かろうが、あるいはなかろうがどっちでもいい問題なんですね。はい、ですから店がお客さんにチップを強要するってことはないんですよ。はい、ないんだけれども、チップサービスを受けたらチップをするという文化の国ですから、チップが不当に低いとか、しないっていうのはもう店に対して店をまあバカにしてるとかね、そういうことなんですね。もちろんサービスが非常に悪ければ理由があればいいんですけれども、特に理由もないし、サービスもまあ普通だなっていう感想だったらチップは必要なんですね。はい、ですから品位ですよね、マナーを守るという品位ですね。はい、やっぱり、品位のあるお客様というのは店の人からも好かれるわけですよ、愛されるわけですね。私が、今のレストランの前に勤めてたレストランというのは従業員全員アメリカ人だったんですね。アメリカ人はシビアですね。お客さんが帰った後にチップが低いと、もう裏でもうボロッカスにその人のことを言うわけですよ。もう私それ聞くのがすごい嫌で、もう禁止しましたね。チップに関して文句を言うというのは禁止しましたけれども、やっぱり人間ですから、マナー違反の人に対しては非常に嫌な感情を覚えるわけですね。もう一度その人が来たらもう、これはあってはならないことですが、サービスで手を抜くとかね、そういうことをどうしてもね人間ですからしてしまうってことがあるんですね。ですからやはりお客さんとしてね、従業員に愛されるような、品位ある、マナー守っていただきたいなっていうふうに私は思っています。はい、もうちょっとですねソーシャルストリームの書き込み紹介したいと思います。ですね、タックスの場合にするとカリフォルニアでは 15-20% になるので計算が簡単かもしれません。三村さんですね。はい、そうですね、カリフォルニアでは、タックスすなわち消費税がですね大体8% から 10% ぐらいですので、単純にその税額、必ずねお勘定の中に税額が記入されてますから、その税額を単純に倍にすると大体 15-20% ぐらいに収まるので、計算が面倒な方は税金を倍にしておくと、そうすると非常に楽ですね。はい、なのでそのですね地域の税率を知っておくということもね必要ですね。税率が低い州もありますから、そこだったらね倍にしてもすごい低いってことになりますからね。はい、気をつけていただきたいと思います。はい、どんどん質問していただきたいと思うんですが、アメリカのチップに関してですね質問、ございますでしょうか。はい、
ですね、はい、あゆみさんからですね、チップ忘れてベッドメイキングしてもらえなかったことがありました。わざとじゃないんです。日本ではこの習慣がないからうっかりしちゃったんです。はい。そうですね、ホテルのベッドメイキングですね。はい。これについてちょっと解説したいと思います。日本人、さっきね、私申し上げましたかね、日本人はね、よく枕元にね、ピローチップ、っていうのをね、1ドルとか2ドルするんですけど、基本的にね、実は必要はないんです。ピローチップ、必要はないんです。綺麗に使えばね、部屋を。部屋をもう非常に汚くしてしまったとか、バスルームをすごい汚してしまったとかね、そんなのであれば、まあ、5ドルとかね、していけばいいんですが、基本的には、不要です。だいたい連泊した場合ですね、まあ、2泊だったら多分、掃除してくれないと思います。ですから、いらないんですが、盗難の防止ですよね。やっぱり、ベッドメイキングを、仕事にされている方っていうのはね、その収入が多いわけではないので、盗難というのがね、たまにあるわけですよ。で、その盗難を予防するために、2ドルなり、ね、まあ5ドルとかね、置いておけば、それをもらって他のものを取らないっていうふうになるので、盗難の防止に、有効ですね。はい。基本的に一泊で、部屋を汚さないのであれば、ピロチップ、不要です。はい。お分かりいただけましたかね。はい。それからですね、他にも、コメントいただいております。ビッグルームさん、あ、これリーさんですね。はい、いつも Facebook でお世話になっております。あきらです。こんにちは。円高すごいですね。ほんとすごいですね。今、82円とか83円ですよね。私がアメリカに来た、5年前、120円でしたね。はい。だいたいこの15年ぐらいですね、1ドルだいたい100円から120円ぐらいの間で推移してて、だいたいね、何でも1ドル100円で計算したりしてたんですけれども、今83円ですからね。はい。120円の頃と比べたらもう4割5割ね、今円が強いわけですよ。レストランで食事してもね、例えば100ドルのものが、かつて120、12000円だったのが今は8300円ぐらいなんですよね。はい。非常にね、日本人の方にはアメリカに来やすい環境なのでね、ぜひ来ていただきたいと思います。はい。ですね、東さん、今気がついて、ログインしたんだが、ほとんど終わってるのかな。ああ、そうですね。まあ、番組終了時間は、結構オーバーしてますね。ちょっと喋りすぎてオーバーしていますけれども。今、チップについてですね、いろいろ書き込みいただいていますのでね、チップ談義、花が咲いております。何でもですね、どんどん質問していただきたいと思います。私、アメリカで、レストランの現役のマネージャーをしてますので、私に聞いていただくともう間違いありません。ガイドブックよりも正確なので、私に聞いてください。はい。ですね、あゆみさん、部屋はきれいに使ったつもりだったんだけどな。なるほど、盗難防止の効果もあるんですね。そうですね、ホテルはですね、基本的に2泊とかだったら掃除しないですね。いいホテルでもそうですね。なんかね、ルールというか、あるんですよ。1週間に2回するとかね。3泊したら1回するとかね。そういうのがあるんですよ。で、それでもね、一泊してもう一泊するときに、やっぱりいろいろ掃除してほしいっていうときは、もちろん、フロントに頼めばいいわけですよ。で、余分にチップ払えばね、やってくれますから。はい。そんな感じですね。あと、例えばシーツだけ変えたいとかね、タオルだけ変えたいとか、言えばハウスキーピングってところに電話して持ってきてもらうわけですね。で、持ってきてもらったら、チップ、1ドルとか2ドル。まあね、量に応じてね、1枚だったら1ドルとかね。3枚だったら2ドルとかね、そういうふうにね、使い分けてほしいと思います。はい。ですね、アドバッチレス技がありますっていうヒロさんのコメントですね。はい、レス技このあたります。期待してくださいね。はい。ですね、コバッチさんですね、アキラさんこんにちは、遅れて参加です、間に合った。はい、番組ほとんど終了予定時間ももう過ぎてるんですけども、続けたいと思います。はい。ですね、ゆっこさん、グローサリーゼロストアで荷物運んでもらったらいくらですか。あ、そうですね、スーパーとかね、あるいはショッピングモールとかでたくさん買い物しますよね。そしたら、結構運んでくれたりするわけですよね。はい。これはすごい迷うわけですよ。たくさん買い物して、車まで運んでくれる。これ迷いますよね。実は、これ基本的になくていいんです。基本的にチップしなくていいです。でも、気持ちなので、
まあ、2ドルぐらい渡してあげると多分すごい素直に喜んでくれると思うので、ね、たくさんもし買い物したら、例えばね、200ドル分ぐらい買い物したら、そのうち2ドルって 1% ぐらいなので、まあ、してあげて喜ぶんだったら、してあげたらいいのかなっていうふうに思います。ですけど、基本的にあれはしなくていいらしいです。はい。買い物してたくさん荷物になった。それを車まで運んでもらった。基本的に、必要ないそうです。はい。それからですね、マサさん、はじめまして、こんにちは。あ、こんにちは。アキラテレビご視聴いただきまして、どうもありがとうございます。ですね、ハピネスの連鎖で世界平和というものを目指しております。ぜひですね、ハピネス、この画面から感じていただいて、マサさんの周りの人もね、よりハッピーにしていただきたいなと、そういうふうに思っております。はい。はい、東さん、レス技見逃せません。横に嫁がおりますが。はい。これはですね、ぜひご夫婦で一緒に、ご覧いただきたいコーナーなのでね、楽しんで、ご覧いただき、そして実際に試していただきたいなというふうに思っております。はい、ですね、チップに関する、アメリカのチップに関する、お話ですが、質問、ございますでしょうか。はい。何度もね、申し上げますけれども、私、アメリカの、レストランのマネージャーという立場からすると、チップ、どっちでもいいんですよ。どっちでもいいんですけれども、やっぱり品位あふれる、店の人に愛されるね、お客さんとしてね、マナーを守って、相場のチップをしてね、日本人っていうのはね、やっぱり、わきまえてるなっていうふうに、思っていただきたい。そういうふうに思います。やっぱりね、日本で旅の恥は書き捨てなんていうね、間違った、言葉だがあるんですけれども、あれは、いただけませんね。旅の恥は書き捨てではありません。ですね、郷にいれば郷に従え、素晴らしいね。日本人というのはやっぱり素晴らしいんだって。常識があって、マナーあって、格調あふれる品の高い人たちなんだなっていうふうにね、ぜひ思っていただきたいなっていうふうに思います。はい。はい、あゆみさん、レスリング講座。こちらも準備万端です。東さんも横に素敵な奥様がいますので、準備万端です。はい。期待していただきたいと思います。はい。ですね、今日はアメリカ文化を知るチップ編ということでですね、日本では知られていないアメリカのチップの文化、それを正しくね、チップを正しく、するということを、参考になりましたでしょうか。アメリカ旅行、ぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思います。はい、本日はご視聴誠にありがとうございました。この後はですね、待望のレス技講座第4弾、今日も使える技をね、お教えしますので、期待してお待ちいただきたいと思います。それではチャンネルはそのままで。